はい、冒険家の皆さん、こんにちは。このビデオは、国際交流基金、ニューデリー日本文化センターの行動中心アプローチのオンライン研修の第2週目のビデオになります。はい。第2週目はですね、第2週目は CDS リストを作ろうというタイトルになっています。CDS は、Can Do Statement ですね。後でちゃんとご説明しますけど。はい。今週はですね、第2週は、線形モデル以外の学びの例を説明できる。そして、行動リストの難しさを2つの視点で考えて、自分が教えたいレベルを特定できる。そして最後に、課題として、行動リストを Can Do Statement のリストに書き換えることができる。ということを今週の目標にしたいと思います。はい。まずですね、線形モデルは、リニアモデルというふうにも言うこともありますけど、これが従来の考え方で、最近は、スパイラルモデルという、考え方を採用している教科書などがとても多いですね。で、従来の考え方は、知識の積み上げ、例えば文系積み上げの、文系シラバスの文系積み上げがとても典型的ですけど、これがリニアモデルの特徴の一つ。そして、文系シラバスでは、奇襲、つまりすでに勉強した文系とか単語と未習、つまりまだ勉強していない文系や単語をとても厳しく、区別する、分けて考えるというのも特徴の一つですね。で、こういうのは、例えばですね、ここのピース、この木がなかったらこの上に積むことができませんよね。それと同じで、一箇所を間違えたり、一箇所がわからなくなると、もうそこから先に進むことはとても難しくなってしまうという大きな問題があります。で、最近の考え方、例えば丸ごととか、彩りとかですね、あるいはできる日本語もそうですけど、これはスパイラルモデルというのが明記されています。これはですね、ずっと一直線に進むのではなくて、同じところをぐるぐる回りながら、徐々に上がっていくというようなイメージですね。つまり一つの文型が、ここで使って、また戻ってきて、ここでも使って、そしてまたその次のところでも使ってという感じで何度も出てくるので、一箇所でつまずいても、その後も勉強を続けることができます。はい、もう一つの、線形モデルではないモデルとしてはですね、オーガニックというのがあります。これはですね、このスライドを、このケン・ロビンソンさんの写真の上がリンクになっていて、それを開くと、ケン・ロビンソンさんのレクチャーを聞くことができますけど、そこにとても詳しく説明されています。要するにですね、一つのものが線ではなくて、このようにどんどんいろんな方向に広がっていく、そういうイメージが、非線形モデルですね。つまり、一直線に一つの方向に進むのではなくて、いろんな方向に広がっていくと。これが最近の学習モデルの一つでもあります。はい。次のビデオでは、難しさの2つの視点ということを、そこからCan Do Statement の書き方をご説明したいと思っています。はい。それでは今日のビデオはここまでになります。失礼します。